皆さん、こんにちは。皆さんは、スターシードを知っていますか？スターシードのことは、最近では、スターピープルとも、同じ意味で使われることが多くなりました。また、コズミックディスクロージャーでは、ワンダラーとも言い、似たような使い方をしています。では、早速、今回のメッセージを見てみましょう。私たちの銀河チームの一員である皆さん、九次元アクトリアン評議会、ダニエル・スクラントンさん経由。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちはあなた方の寄せてくれる意見がどのようなものかを聞くことにとても興味を持っています。私たちに迷惑をかけているとか、私たちの時間を無駄にしているとか思わずに、私たちに支援を求めて手を差し出し、意識交流して心を通わせ、何が必要なのか、何を感じているのか、地球上で何が起こっているのかを、私たちは皆さんがどのように考えているのか話してほしいのです。私たちは皆さんの声を聞きたいのです。さて、私たち評議会は肉体を持たない非物理的な集合体であるため、本質的には意識的存在であり、同時にどれだけの情報を取り込めるかにおいて制限はありません。一日に何回も心を通わせる意識交流をしても、私たちは皆さんの話を聞くことが可能です。そしてそのあらゆる情報があれば、どのようなエネルギーを送るか、どのようなポータルを開くか、どのようなアライアンス同盟関係を結ぶかなど、より良い作戦構想を練ることができます。あなた方は私たちの銀河チームの一員なのです。私たちから見て、皆さんは惑星外知的生命体、宇宙人、異星人であり、皆さんの多くは私たちの星系にも存在していたことを知っています。私たちはチームとして働くことの価値を知っており、そしてその価値を皆さんも認識してほしいのです。またあなた方自身を大切にしてほしいのです。つまり皆さん自身がこのチームの重要なメンバーであることの認識をしてほしいのです。あなた方は地球上にある無数の問題を作り出したのではないのです。つまり、問題を解決し、解決策を見つけ、全人類がそうしたことができるように、意識を高めていけるように、皆さんは地球に足を運びました。ですから、皆さんは私たちと同じで、アルクトゥルスで過ごしたことがあり、肉体を持って地上に降りただけなのです。皆さんは地上クルーであり、私たちは肉体を持たない非物理的な支援スタッフです。私たちは善なる一部としてみんな一緒に存在しているのですが、地球の問題はほとんどは銀河の他の部分から皆さんが受け継いだ問題なのです。それゆえに、そこにできた巨大な混乱のどれもが、本当には人類のせいではないのです。しかしながら、もちろん何かを感じるためには、そう信じて生きていく必要があり、そしてポジティブな何かを感じるためには、まずはネガティブな何かを
感じる必要があります。私たちは、ポジティブな感情や、工事の波動を感じる許可を皆さんに与えており、そして、そこにいて、チームのためにネガティブな感情を一個か数個か引き受けて浄化する作業でさえも、可能な限り自分自身をいいようにポジティブに感じてほしいのです。もともとは皆さんのものではない代理浄化であり、見えたり共感したりすると、後々メンタルに響くので、作業後に工事波動を感じたり、受けたりして、自らの意識調整をしてください。ですから、皆さんが行う必要のある、すべてのことは、私たちの小さな同盟の、他存在や、集合体とともに、私たち評議会の支援や、私たちの同盟の提供する支援を、心身ともに開いて、受け取ることのみなのです。これは、皆さんが集合体として、どの到達領域にいるかを、恥ずかしいと感じている場合ではありません。むしろ、私たちは、皆さんが人類に最も役立つエネルギーの、すべてを取り込むための、大切な役割をこなすよう、そこに存在している者たちであるのを認識してほしいと思っています。そのようなあらゆるエネルギーをグラウンディングし、皆さんの仲間の人間にそういったエネルギーを利用できるようにするために、皆さんは地上に存在しています。そして、私たちは、ここ、地球に来て、支援するために9次元にとどまっており、ご意見箱の窓口はいつでも開かれています。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、以前に届いたメッセージの一部を抜粋してご紹介しますね。皆さんは、自分が全部自分でやらなければならないように感じる必要は全くありません。肩の荷を下ろして、銀河の助けを借りればいいのです。なぜなら、私たちは常に、地球上の世界平和を達成する過程の一部となるよう意図されていたからです。そして私たちが自分たちに言及するとき、私たちは多星系から来たすべての人々のことを話しています。地球実験は私たちの責任であり、そこにいる皆さんは地上クルーです。皆さんはスターシードです。皆さんはライトワーカーです。皆さんはこの銀河実験の変革者であり、私たちや私たちのような存在たちは遠く離れた場所からの皆さんの助っ人です。私たちは皆さんが私たちにもっと頼ってほしいと思っています。私たちの助けが干渉ではなく、共同作業であることを理解してほしいのです。それは共同創造であり、多星系や多次元にいる私たちのような存在たちが、母なる地球上での世界平和の創造において、より大きな役割を果たす時が来たのです。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。